与大神皇は南北朝時代の南朝の皇族。朝慶天皇の御子で母は十二位のり子と推定される。生前の辞責については一切不明であり、わずかに新馬若衆、愛称1389から1390の贈刀家と言葉書きによって神皇の名が知られているに過ぎない。すなわち神皇が皇居して如意林寺に葬られた翌年。 のりこが寺にこもって、冥福を修していたところ、長慶天皇が御性を賜って、これを慰め、のりこも和歌を奉納したという。二種は、神皇の冥福時の贈答であることに加え、子に先立たれた人々の歌群に属することから、考えても、作者の天皇とのりこを、神皇の父母と解釈するのが最も自然である。また、女遺寺に葬られているので、皇居の時期は、 吉野に暗宮が置かれた、文中二年、王安六年秋から天獣四年、永和四年の間となろう。なお、近世には、新馬州中の、女性をすべて、五亀山天皇の作と取り違えていたため、新皇も、同天皇の御子と謝られていた。中には、一品大罪卒あるいは闘宮として、天獣三年七月十日に十八歳で皇居したと、記すものもあるが、いずれも、 根拠のない俗説である。如意イ寺裏手の新農墓は1879年10月に自乗され、隣接する古代五天皇棟領と共に現在区内庁の管理下にある。ただし、吉野名将氏は、この自乗墓が、楠木正幸の元取塚であると指摘し、実際の墓は、如意イ寺付近の自動松という地に葬ったとの頃うのつてを紹介している。ありがとうございます。